かくやから浜寺の方出てみますか。まあ、そっか、まだ13時やでね、まだまだ混んでますね。まあ、さっきカレー食べたんで、うどん食べたんで、まあまあまあ、お腹は別に、その減ってはないですからね。気になるとこがあったら、入ってもいいかなっていう感じですね。これで、またあれかな。三階電車の踏切のところですね。これさっきと一緒のところか。あ、一緒のところに戻ってきたんだ。はい。そうだ、さっきのとこだな。あ、これはまだマジだな。これ曲がるのありね、気がする。だってここまた詰まるもんね。おーおーおー、これ紀州街道なら、じゃあいけるぞ。ちゃんとつながってるぞ。道はそ多分広くはないけど、でも2車線あるしね。それは馬振りじゃなくて、多分地元の人が結構パパッと曲がってくってことは、あれ多分使える道だと思うな。お、いい感じでいけるやん。よし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 、サンデーが出てきた。おお、ここは24時間600円。最終世界を行くまでよ。お安いのいっぱいあるね。いちご大学も出てくるし、サンデーもあるじゃん。70円もある。バカだよ、ともいけない。おお、エアコンか。よう、そこパッと来たね。で、今後もで、あ、ここはここでまた石津駅。あ、電車が来てる。なかなかギリギリは閉めないですね。はい、行きましょう。どう言ったらええねん、どう言ったらええねん。急に白い道出てきた。正解やったみたいやな。よし、お飲み屋もあるし、
スーパーあ、じゃない、潰れたプチヤクで、なんか広い道の間に挟まれた謎の道なら、あ、でも確かに使い勝手いいな。どっちに折れたらいいんだろう。まだ使いかな。なんかいいパスだもんな。この先変形交差点が変形してるね。はあ、なんだこの、なんだこの交差点は。まっすぐ、ストンと、行けるんやけどまっすぐ行きやんのね。なんどういうことか。で、しかも、これは踏切もまたちょっと独特ね。え、もしかしてこのでかい踏切、このでかさで、もしかして、このでかさで、遮断機、ね、ないの、うん、もし、もし、これは何、五稜前ってなってるから、これ堺市の結構中心部の方で認識でいいのかな。またこうですね、南畑って出てきたんで、こいつこれ止まったね。おおおほほほ、この辺りの道はこれ、だって右折怖え。なんだこれ。